ノルウェジアンエルクハウンドブラックの子犬ノルウェジアン、エルクハウンドブラックは、ノルウェー原産の犬種の一つである。別名は、ブラックノルウェジアンエルクハウンド、ブラックエルクハウンド、スバットノシクエリフンド、ノシクエリフンドソット。ノルウェジアンエルクハウンドグレーは、これの親戚種にあたる。いつ頃を作出されたかは、よくわかっていないが、1877年にはすでに、 固有の犬種として認知されていた。雪の中でも漁をする際に見えやすくし、夜間の漁の際には獲物に見つかりにくくするために、犬の毛色を真っ黒にすることが提案され、ノルウェジアンエルクハウンドグレーに数種の猟犬種を掛け合わせて作られた。なお、先祖グレーではなく別の犬種だとする説もあるが、詳しい調査は行われていない。グレーが本種の先祖になっている。 可能性は高い。主にエルクを狩るのに用いられるが、ノウサギやクマなどのその他の動物を狩るのにも使われる。単独もしくは小規模なパックで獲物の匂いを追跡し、発見すると自ら仕留めるか、噛み止めを行って動けなくして主人に倒してもらう。フシーには個別の剣士として登録されているが、世界的にはグレーの方が圧倒的に有名であり、こちらの知名度は低い。 大半は北欧で飼育されていて、多くは原産国で飼育されている。グレーと名前の前半部が共通しているが、その姿形、性質は大きく異なる。日本犬のようなスピッツタイプの犬種で筋肉質の体付きをしている。グレーよりも足が長く、かつコートは少しだけ短めである。コートは硬めのショートコートで、毛色はジェットブラックに限られる。ただし、 ごく稀に、ブルーの毛色の犬も生まれる。頭部も、グレーより小さめである。耳は立ち耳、オア・マキオ。体高46から51センチメートル、体重18キログラム前後の中型犬で、性格は主人に忠実で従順だが、喧嘩っ早く、グレーよりも無愛想であると言われる。ただし、主人家族に対しては、強い愛情を示す。喫水の良犬種で、 運動神経が良く、狩猟本能と運動量は莫大である。北欧原産の犬種であるため寒さには非常に強いが、その分暑さは苦手である。かかりやすい病気はそれほど多くないが、毛色が黒いので熱がこもりやすく、暑い地域で飼育した際に熱中症を引き起こしやすくなるのでその際には冷房設備が必要である。ありがとうございます。